これまでのあらすじ。チェルム警部の協力で警察署に残された資料を閲覧したレイトンは事件の解決の大きな糸口を得ることとなる。スコットランドヤードで調査を終えたレイトンたちは未来のロンドンへ戻るため時計店を目指す。そうだよね、時計店目指すところでもう、あ、アロマ来るかこれ。旅は道連れってある。まだ現代だよね。そっちには民家があるだけだよ。ショー変わったからね、また復活してないかなと思って。復活なんかしてない。あ、ヒゲマフラー、お前ら一体何をやらかしたんだ。隠し事をしても無駄だ。警察が動き出したぞ。え、まさか。なんだか面倒になりそうだ。あっちか、チェルミー警部が追ってきてるのか。さあ、せっかくなんでね、過去に戻る前に、現代、過去じゃねえ、未来に行く前に現代で手に入れたワードでおしゃべりオウムだ。すごい。オウムは感動を覚えた。感動した。その何図を何々です。想像図。未来のレイトン先生の想像図。その見たいです。その感動図。感動図ってなんだよ。その臭い、可愛い図、渋い図、お似合い図、甘い図、感動図、想像図。その想像図を見たいです。そんなものを書いていたと。冗談ですよ、本当はそんなの書いてませんよ。オウム、いつになったら。今はまだいません。そして長い手術 0%。 絵本でも2長いんだよね。マスター、マスターあったよね。ババア、マスターねえな。まあ、おじさまがマスターだとしよう。カウンターに白いものが。これかな。こんな店でね、キノコが置いたままになっています。こんな店来ねえよ。掃除しろよ、カウンターにキノコって。カウンターに冒険者が置いたままになっています。やめろ、クソすぎるわ。まあ、傘、カウンターに傘置くなよな。傘じゃないのかもね。しばらくして扉のベルが鳴りました。今日の最初のお客様はこの人です。冒険者。おばさま、あったかいの一つ頼むよ。あったかい紅茶、あったかいコーヒー、何でもいけるよね。雨の、ひどい雨、雨だからって頼むの変わんの？俺にはそれがわからん。待てず紅茶にしておこうか。あったかいのをください。人によって違うじゃん。冷えちゃった体、ココアだと温まりそうだよね。まあ、どうしようか、足りないだろうけど。で、冒険者。あったあった、おじさまの代わりにね、紅茶を作ります。あら大変、白いものが見つかりません。キノコ？はじめの白いものとは違うの？え？よかった、おじさまだわ。このコーヒーも常連さんです。おい、やめろ。もう全然コーヒーが喋ってんぞ。全然足りない、で全然足りない。まだだね。ひでえ物語ができたもんだ。もう全然ダメだね。調査メモ。まあ、これは別に見るわけじゃないけどね。気になる人は勝手に止めながら見てね。
結構増えたな。今この靴の濡れた白衣がケツの濡れたって思った。よっよっと。で深まる謎が、そういえば一つも最近解決してないけど、あ、もうすぐ悪のレイトンとスタンガンの謎と消えた。この3つぐらいが来そうだね。さあ行くぞ。ルーク、ノックの番号覚え、俺覚えてないけど、やべえ。タンタタン、タンタンタン、タンタンタン、タン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 、ね、三三七拍子。おかえりなさい、レイトン先生。お待たせしました。ジャックさんは奥で油をさしてますよ。特に謎のおかわりはないか。時々ピク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 って動くおばあちゃん怖いっす。追加はないか。よし、じゃあまあ行きますか。おお、帰ってきたか。お、うまくいったようだな。お待たせ。さあ未来へ行きましょう。坊ちゃんも待ちくたびれとることじゃろう。はっはっはっは、こりゃ間違えたわ。待っとるな、未来のルークさんじゃ。ダンダンダン。おや、誰が来たようじゃ。な、何ですか、乱暴な。無理やり入ってくるなんて、紳士のすることじゃありません。ご婦人、これは重要な捜査のためなんじゃの。ジェレミー警部、私たちを尾行したんですか。紳士的ではありませんね。何度でもいい名前、英国の首相が失踪しておるんだ。手段などを選ぶ理由、ある意味正論だわ。君が手の内を明かさない以上は、どんな手段を使ってでもなんだ。まあ交換条件先に上げてるんだから、これぐらいは仕方ないんじゃないかな。ああ、アロマさんもやってきました。私を置いていこうとしましたね。置いていこうとしたっていうか、置いていったんだけど。そんな優しいこと言って邪魔なんでしょ。そんなこと思ってませんよ。そうだと思う。今回は君のために。一緒じゃないなら安全でも嬉しくない。うん、僕もそう思うわ。ルーク、レイトン君、アロマ君の言う通りだ。相手のことを気遣っているのだとしたら、寂しい思いをさせるのは意味がないのだ。警部まで。お取り込み中のようだが、あちらのルークさんが待ってるがな。ジャックさん、関係のない人たちが大勢ついてきてしまって。そうさな。まあ、人数が多い方が面白くなるだろう。な、無茶な。なるようになるさ。適当。なんだ、何をする気だ。エンジン始動。ぐる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 。やったか。時計の時間が多分なんか意味あるのかな。見てなかったな。どう変わったかとか気にしてなかった。な、何が起きたのだ。うう、やっぱ気持ち悪い。説明してくれ。何が起きたんだ。説明しよう。ね。この時計店から出てみてください。その方が早いです。ん、どういう意味だ。行くか。気分が悪いでありまする。よ、酔っちゃった。大丈夫ですか。だいぶ揺れたからね。時間旅行も楽じゃ。アロマ何しに来たねん。慣れたかな。え、快適とは言えませんがね。お、いつでも現代に帰れるようになったらしい。やったぜ。おば。お、表に出たよ。今から大当てだろうね。おお、いるいる。おっさん。いつも手が足りないからね。レイトン君、どういうことだね、レイトン君。10年後の世界なんだ。何を言っているのかわからねえ。ありのまま起こったことを今話すぜ。どうでしょうかね。さっきまでの世界とは違いますよ。まあ、まあいい。ホーク首相は未来のロンドンに囚われていると。だとすれば好都合だ。開始する。ホーク首相を救い出すのだ。それは不要だ。民間人の助けはいらん。バートンさん、落ち着きましたか。ここはどこ。私は誰。10年後のロンドンです。未来。英語未来続くものなどあるはずはないから。
お、独自操作だという。アロマは掘っていくんすかね。いや一応いるな、あの上のアイコンのとこにアロマがいる。戻りたいのかね。戻りません、そんなめんどくさい。最後のね、謎集めの時がめんどくさそうだな。ちょっと移動が多いよね今回。先生、ルーク様はどこにいるんですかね。うん、落ち合う場所を約束していなかった。あのレストランに行ってみよう。お前こっちにもおるがまた会ったな。お前たちなかなか可愛らしい友達を連れているじゃねえか。オウムです、頭のいいオウムです、よろしくね。あお。ほうほう、ふむふむ、面白い。今こそインコの本領発揮じゃ。ん、おめでとうございます。言葉を覚えておしゃべりできるようになりました。おしゃべりオウムの、町の人とおしゃべりを楽しむことができるんですよ。ひらめきコイン探し、これいつものやつだね。チュー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 。まずはカバンを開いておしゃべりオウムを選ぶのじゃ。ほら急げ急げ。おしゃべりオウム、おしゃべり相手を探す。さあできるのか。またこれも攻略見ないと無理なレベルだったかな、覚えてない、そもそもやってないかもしれない。まあとりあえずね、探せ。ヒゲマフラーが来んだろ、さすがに。来た、ヒゲマフラー。これはなんだ、ここでやるんじゃなくて。ここでやるのか。そうだ、それでいいのだ。ね、見つけるのだ。心の準備か。インコの方はやる気満々だ。俺はオウムだよ。相手の気持ちを読み取ることだ。行くぞー。俺のマフラーはかっこいいだろ。わ、面倒するほど見たいです、ね、違うね。想像するほど、感動するほどかっこいい、ないね。感動するほどお似合いです逆にムカつくけどね、こんなこと言われたら。感動するほど似合ってますよ。想像するほどお似合いです。それマフラーないよね。お似合いか。うん、そこまで言ってくれるとは思わなかったぞ。それだけではない、安物とはあげが違うのだ。見た目だけなく巻き心地も素晴らしい。私も巻いてみたいです。次に勝手に言ってほしいな。私も巻いてみたいです。お、羨ましいか。そりゃそうだろう、こんな話せるやつが。さすがオムだね。他にもおしゃべりしたがってるやつがいるはずだ。おしゃべりをするのだ。当たり。なるほどね。くくく、俺に不可能などない。お前時超えれんのか、すげえな。お、増えてる。お、お嬢ちゃんなんか言おうかね。飲みすぎは良くないですよ。お、お嬢ちゃんはやばしいね。謎をプレゼントしてあげよう。あれ ?135、危ない。事案発生してるからね、今。私が自動車で大通りを走っていたことだ。自動車で目の前を走っていた少年が、カゴに積んでいたもの、ドーナツとグローブとサンダルが地面に転がったんだ。さあ、私が最初に踏んだのは何だったのだろうか。私がだね、うん、つまりサンダルっていうのは自分が今履いていたサンダルが落ちちゃったんで、他のものを拾いに行く前にサンダルを履いたっていう気がするね。おめえこれじゃ、こいつじゃねえだろ、今ハゲてんじゃんいや
自分の過去の話じゃないのかな。三ぼ。もうわかん、もう字がわかんなくなった。一応グローブ、どう、一応全部4文字なのか、あれ文字数だけでわかるかなって思ったんだけど。サンダル。これでどうかしら。あ、元サンダル。え、違うの？そういう系の謎じゃないの？間違ってたみたいです。あ、自分が自動車を運転して。あ、久しぶりにミスったな。自転車の方じゃないの？私が、あ、自動車だった。本当だ。私は自動車だった。少年目線で見てたわ。ああ。私自動車だって、こういうことだろ？こうブレーキだろこれ。わかるわ、それは。少年目線で見てたから間違えただけだから。まず止まらなきゃいけないからね。それはわかるわ。歌っちゃいました。もうなんか俺の頭の中で少年の方に頭いっちゃってたわ。はい、正解はブレーキを踏んだのだ。それ以外に踏んだものはなかった。ね。一番初めに踏んだもの。どうする？少年にする？一番初めに少年を引く？私はまず少年を踏んだ。証拠隠滅だ。おい、やめろ。ういー。おー、さすがだ。お嬢ちゃんは賢いな。コック。あ、いや、明らかに必要なやつが来たね。私が一番初めに引いたものは、はい、踏んだものは少年でした。おや、あんたたちどっか行ってきたのかい？顔が疲れてるよ。僕たちはすごい旅してるんですよ。そうかね。じゃあ元気の出るもの取りたいが、飲み物しかないんだよ。ハムサンドぐらいならできるよ。あ、僕大好き。おや、それじゃあちょっとゲームをしよう。勝ったらご馳走してあげよう。おお、いいね。注文通りにサンドイッチを作る。おお、そういうことね。こう動くやつね。オッケーオッケー。まずハムはポテトサラダ。これがポテトサラダね。よりハム上。オッケーオッケー。トマトとハムの間にはレタスだけ。ああ、そういうことね。トマトとハムの間にはレタスだけ。ハムもレタスも真ん中ではない。じゃ、こうなりますけど、真ん中はトマト、ね、ハムとレタスではない、そして、チーズはパンに当たってる一番上だね。つまり、ポテトサラダよりハムは確かに上にある。うん、まあこれだね。バーガー、バーガー。これは自信あります。これは自信あるの？あれ、違ったか。溶けだと思ったのに。お腹が空いたよ。やばい、連続敗北中。さあ、もう一回ちゃんと行こう。ハムは、ポテトサラダより上ね、間違いない。で、トマトとハムの間、トマトとハムの間じゃん。逆じゃねえか。あれ、どっかで入れ替わっちゃった？初めしてた記憶があるんだけどね。で、ハムも、レタスも真ん中ではない、なんでこうだね。あれ、ちゃんと作ってたはずなんだけど、ずれた？どっかで。じゃあこっちだわ。これは自信あります。今お前さっきそう言って間違えたじゃねえか。僕だって先生の弟子ですからね。日本では食パンに具を挟んだものをサンドイッチって呼ぶけど、いろんなパンを使うんじゃよ。なんかこれだとハンバーガーってイメージだよね、やっぱり。こっち系のパンズで挟んじゃうと。ご名答、約束だったね。ご馳走するよ。うん、おいしい。ポテトサラダに胡椒が効いている。トマトの酸味とチーズの濃厚な味わい。片焼きのパンが受け止めてる。これはたまりませんよ。ルク、私の作るキュウリのサンドイッチとどっちが美味しい？う
おやおや、喉に詰まったみたいだね。慌てて食べ過ぎたよ。そういう時はとりあえず褒めときゃいいんだよ。まあ、うちのアロマさんの方が美味しいですよって言っときゃいいんだよ。なんか言おうか、悪いことが起きそうで嫌なんだよ。ショートカットもあるね。あ、怒られた。行くぞレストランジア。入れる。あー、あれ一匹飛んでる。違うか。謎なし。パーフェクト。コッコ。おかわりがないな。なん。スイカあります。またあったね。どんどん楽しんでるかい。僕ロンドン生まれ、ヒップホップ育ち。あなたもロンドンの生まれなんですか。私はカーディフの生まれよ、うん、カーディフがどこかすらわからんが。人生は旅だ。謎の手紙。変わり者の友達と旅行に行くことにしたんだけど、待ち合わせ場所を知らせる手紙が意味不明だって。もう友達やめろ。こんな手紙なんだけど、あなたには待ち合わせ場所がわかるかな。答えはカタカナの4文字よ。自分で解読したんだけどね。ぬーこすくうつまでうあ。あうでうつまくすこくうあすつこまで。どういうことだ。ん？待ち合わせ場所わかんねえな。全くわからんな。これはあれかな、ひらめき系かな。分かんなかったら一生分からんやつかな。待ち合わせ場所を知らせる4文字。公園。あ、松、松がある。松。よし、なんとかで松がある。うくすこ、こす、あう、あう、く、う、う、こ、ん？なんだろう。とりあえず松はあった。なんとかで松だろうな。あうで松、うくすこ、うくすこで松。うん。うくすこってなんだよ。待ち合わせ場所。あと6文字、6文字を変える。う、あう、くすこ、すこく、こすく、こう。でも縁はないしな。こう、あ、まさか天キーの位置かとか思ったんだけどさ、順番。天キーの位置だったら左下からコーマーでスツウクーア、うん、違うな。じゃあ逆に上から、左上から 1,2,3,4 だった場合、これ普通か。クーアスツーコマで、うん、なるほど、わからん。こう、う、まあ、まあここの「で待つ」を使ってしまうとすると、くう、くあす、くう、一応空港という文字ができた。明日、あ、明日空港で待つ。
ただどういう意味だこれ。順番あ、1、2、3、4、5、6、あー7、8、9、どういう並びだこれ。謎は解けてない。明日1、2の時点でもおかしいもん。多分文章がそれしかないからそれなんだろうけど、謎は解けてないな。明日1、2、どういう並びなんだろう。答えはそうなんだろうけど、まあこれしか文章はできないんで、間違いではないんだろうけど、謎は解けてない。やったー、もっと謎が解きたいです。何、どうなったんだ。ん、どういうこっちゃ。文字を線に沿って移動さ、あー、謎辞典55番だったよね。どう移動したのかが全く分かんなかったんで、こういうことか。これをここに持ってくるから、ここにこうが来るとか、そういうことか。ん、そうやって移動するとこうすこうす、こういうことかな。くくで、ううつまでう、こういうことか。あすくうこうでま、よし、謎解明。よし、そういうことか。これをこういう風に移動させていって読むね。なるほど、答え見分かっ、9文字しかないからできたけど、これ文字多かったら無理だね。いやー、デーマツでね、だいぶ文字減ったからね。お、さっきひらめくの使わなかった。行くぞー。